こんにちは。こんにちは。この番組は恋愛作家の店長と記事恋愛の先生で不安なので本来なら石坂さんにお願いしているんですけど今日はピンチヒッターのコアラさんに助けてもらいながらお届けしていきたいと思います。お願いします。コアラさん最後までよろしくお願いします。お願いします。で早速なんですけどちょっとあのまあ毎回あのオープニングは。 もうやっとやってるね今回もちょっととぼけた感じで自分が適当に考えたのを話していこうかなみたいな了解ですいきましょうねで一応もうんていうんですかね自分の空想っていうよりかこんな感じになったらいいなドラえもんみたいな感じな内容をちゃちゃっと喋っていくんでその中でポイポイ拾い集めてもらいますコメントでまあじゃあいきましょうね う空,空想っていうか妄想なんで、はい、まあ朝起きてチャイムっていうんですこの玄関の方にピンポーンってあるじゃないですかあ,<ー>、うん、あれが鳴りました。って、はい、なってあ朝だよ誰こんな朝早くねっていう感じでドア開けたら記者、うん、の人がいっぱいいて目の前に、はい、何こいつらみたいな。うん すいません店長さんちょっと来てもらいます。これ今何の話してるの。いやだからだから妄想妄想妄想。いや来てもらいます店長さんつって店長つって店長で一応あれラジオの番組だけだけどみたいな。あまあまあいいやいいやつでじゃあ行くかつってでリムジンに乗せられてで記者会見の会場に。 てこうんと思ってなんだろうと思って後ろの垂れ幕見たら「あの20万部突破おめでとう店長」っんか小説を書いたような感じで「ああ20万部突破したんだ」って「俺どんな内容書いたのかな」と思ってで記者の人に「すいません台本あるんで台本どおりに答えてもらえますか」みたいな「まあいいですよ」って「これギャラ発生するんすよね」もちろんギャラも発生します。 <laughs> まあ、ギャラもらえるんで、うん、とりあえずじゃあ行こうかなと思って、うん、であのこの本のタイトル、うん、本のタイトル 何ですかーって言われて、うん、で本のタイトル綺麗に書いてあったんですよねこの台本に、うん。で本のタイトル見ると「ワッターツジのトリセツ」になってる木さん、うん、これどっかでパクってるよねっていう <laughs> あーまあもう妄想とか有名な話かなんか混じってる話で「ワっターツじのトリセツ」っていうのはもういいかなと思って、うん、で店長さんこの「ワッターツジのトリセツ」のまあ 20, な20万部突破して、はいはい、で今の気持ちを、うん「 あの英語で考えてもらいますっていう <laughs> まあなんかいつものねこれ毎回俺でやられてるやつ <laughs> 英語で考えてもらいますっっ <laughs>、うん、ああいいですよわかりましたああ大丈夫ですよっつって、うん、じゃあアルファベットでお願いしますっつって、うん、アルファベット？ あ、頭文字じゃないのかっていう、ねうん、デジャヴか <laughs> 全く一緒だねで、なんて答えだと思います自分が <laughs> いいじゃない <laughs> またエンジョイ <laughs> またエンジョイこれを俺言うために <laughs> こんな面白くないあのー、あれを考えてきたのにあそうなのうこれ今のがオチなの今のフリだよ今のフリで <laughs> そう言ってもらえない <laughs> で、アルファベットで自分が答えたのが Y、うん、でなんで Y でしょう わからないですこれ Y は、えっと、吉田美和さんドリカムのドリカムドリームカムトゥルーま、うん、もなく夢は叶うこれ検索したんですよ日本のああまあうん、うん、<laughs> でこれ Y を選んだ理由は、うん、この妄想もまもなくそれが実現しますよっていうね、うん、ちゃん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  <laughs> 締めないだからまあそんな感じなのをちょっと適当に考えてきたんですけど、うん、この内容をちょっと面白かったか面白くなかったか、まあ、どこが面白かったっていうのを英語で今頭の中で考えてもらえます <laughs> このふりは2回も3回も来るの <laughs> <laughs> ちょっと滑った感があるさ今回、ね、<laughs> しかもどこが面白かったかを英語で言って俺英語がこの,この部分の今の話の中で分からないんだけど <laughs> 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 じゃあ「ワッタートジのトリセツ」うん、ってこれあれ時世あの本で出版されてて、うんうん、あそうなの、うん、あのー、本当の話奥さん奥さん, <laughs> 奥さんのトリセツっていう、うん。うんうん 本があって小説があってこれ本当に実際あの出版されて結構売れてるらしいあ本当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 今のは空想じゃない今のは空想今は今現実に戻ってるからねもう終わったからね今空想の話だねうんそういうのがあってなんか本のタイトルで一個ボケたいなと思ったからだからそれがパッて浮きったから終わった辻の取説沖縄バージョンにしてみました方言を入れてね でそんなのはどうでもいいんだけど頭の中で思い浮かべたうんじゃあはい頭文字で。F F… フジコ …F、フジオぐらい違うあ違うあ何 ?F はフェーマイトフルーズじゃあはいじゃあこの後はえっと番組の紹介していきたいと思いますあ翻訳聞かないな翻訳聞いても大した意味じゃないはずだからえーじゃあこの番組は毎週土曜日4時半から5時までの30分番組です で実際は収録のためリスナーさんと若干のズレがあると思うんですけど、はい、そこら辺はまあご了承ください、はいえー、番組の内容としてはコーナーメインなんですけど、うん、で恋の妄想なんですが、うんはい、まあ ズタズタなんですよ毎回, <laughs> 毎回コーナーでめちゃくちゃ緊張してるっていうね棒読みかかむかっていうね全然今面白くないような感じで来てるんでまあリスナーさんからちょっとこれに対するコメントをいただきたいんですね。うん そうするとちょっと我々ももっと調子上げて喋れるんで、うん、そこら辺のメッセージをいっぱいお待ちしておりますあえて自分からハードルを上げていくっていう<の> <laughs> 緊張感もたんとね <laughs> そこら辺はなでメールアドレスはですね 797-fmgino1.com です、はい、じゃあそれでは1曲ここで挟みたいので、はい、先生の方から曲紹介の方お願いしますはい下で 子さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療をアイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指しますハーレー・ダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープンおいしいスイーツを食べるならハーレーカフェツーリングの休憩所にハーレーカフェハーレー見るならハーレーカフェ 沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場今すぐハレーカフェ GO! ギ宜野湾ヒルズ通り究デイ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通りステンマドゥーから伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね続いてはこのコーナー。 恋の妄想このコーナーは私の空想により考えた恋のシチュエーションをお題として我々二人がお題に対して答えていきます。はい、今日はちょっとピンチヒッターで、はい、えー石坂さんがお休みなのでコワールさんの方にちょっといろいろと協力してもらうんですけど、はい、よろしくお願いします。ますでえー、っとですね答えた内容をコワールさんの方に、はい、まあ店長か先生のセリフのどちらかを選んでいただきます。はい えもしこの番組を聴いているリスナーさんがいれば評価をしてもらえると嬉しいです。はい、まだちょっとリスナーさんはいないかな <laughs> 何人いるかなあいたら嬉しいんですけど <laughs>、まあ、あとあとちょっと、あのー、県民の民意を問いたいんで <laughs> 何名聞いてますかっていうのもやっていくんですけど <laughs> でちょっと話が脱線したので、えー、っとまたちょっと進めていくんですがリスナーさんからの評価方法を説明します。はいえー、評価方法は3段階でで丸三角で えー、リスナーさんの方からメッセージをお待ちしております。はい。でコラさんお願いしましょうね。はい、はいえー。丸評価。キュンキュンする。三角の評価。まあ悪くないかな。バツの評価。ダメ <laughs> <laughs>。いい味出てるよね。<laughs> ダメは素晴らしいですね。もう本当にダメだね。<laughs> そんな感じでズバズバ切ってもらえると <laughs> やりやすいのででえー、っと罰ゲームのプレゼントは、うん、どちらかが3連敗した次の週に、はい、店長の方が問題を出すのでその問題に答えていただきます、はい、見事正解したリスナーさんにはプレゼントを我々の方から発送いたします で、プレゼントは何がいいの?。二 <laughs> 回目だね。<laughs> <laughs> 今聞いてる人は二回目なのかな? <laughs> ね。あのー、負ける気ないんで。<ー>プレゼント内容は考えてません。はい、あ,あ、ね、<laughs> <laughs> じゃあ、必ず俺が勝つからね。<laughs> じゃあ、いきます。じゃあ、今週のお題なんですけど。<laughs> はい、えっと、前回、えー、女性の方から飲んでる。場で、帰りたくないって言われたのに対して。うん 二人はこの女性をいいセリフ文句で無事に返すことができましたでまあその帰り際に彼女の携帯番号を聞いて、うん、で、えーまあ、次回デートに誘うよっていうような形でお別れしたんですけどうん、うん、で今週のお題が、えー、帰り際に「今度は俺の方からデートを誘うね」と彼女に伝えました、はい、それから1週間が経ちました。 彼女に初めて電話をかけます、うん、ではどのようなセリフでデー,トをデートに誘いますかなんですけど、はい、でいつもはちょっと石坂さんの方に発信してもらって我々が答えてで評価してもらうっていう形なんですけどちょっと毎回同じだとあれなんで。 えっと、今回はちょっと内容も複雑にしてます <laughs> あのー、でピンチヒッターの小春さんにちょっとやってもらうんですけど、はい、今回小春さんから発信していただいて、はい、で<ー>セリフを自分たちが言って、うん、でそのセリフが止まった後にまた小春さんの方から発信していただいて、はい、で最後にちょっとキメのセリフを言って締めるっていう内容になっているんですが、はい、じゃあいつも通り。 流れは店長からで店長からでよろしいですかね。<laughs> でちょっと,とう今日あのー、応用編なんで<ー>ちょっと文章が長くなっているんで、うん、自分も紙に書いてきました <laughs> コメントを今回自分もちゃんと考えてきました、ね。あ<ー> <laughs> <laughs> じゃあ行きましょうかじゃあ幸羅さんすいません、えっと、最初のフレーズを言ってもらって、はい、で自分が言って止まったらまた2回目のフレーズを言ってもらって、はい、で最後全部あの自分が言いますんで、はい、じゃあお願いしましょうねじゃあお願いします、はいはい、ではいきます、はい、今日ははデートのお誘いいいい実見見せたい岩があってさ一緒に見に行かないどんな気持ちで誘ってくれてるの 実はその岩は好きな人と見ると必ず結ばれるっておじいちゃんがから教わって <laughs> 今ははっきりとは言えないけど小原さんと見たいっていうのが今の俺の気持ちかな。ですね。 ちょっとダメだね今のはね <laughs> で一応あのーはい、まあ今のを補足して自分の方が言うと、はい、えっとこれ補足言うのあ,あ後でジャッジは後じゃないよあ,あ今言うじゃいやジャッジをしてもらう前に補足も含めて評価してほしいなっていうのがあってあ、ね、あで。 今のセリフ全部噛んでるんですけど、はいはい、あのー、まあ全然だめなんですけどこれにはちょっと深い思いがあって、うん、まあ沖縄で「迷信」ってあるじゃないですか、はい、まあこうやるとこうなるよっていう風なのがあってで実際今回は告白じゃない、うん、デートのお誘いだけど。 彼女から求めててきたののはどんな気持ちで誘ってるのだから要は彼女からすると「好きなの、うん、嫌いなの」っ,なね、っていう軽い気持ちじゃないよね、うん、に対して好きとは言わないけど、うん、この岩を見ると結ばれるってことは、うん、あなたのことが好きですよす。 っていうのを遠回しにセリフの中に入れていてで最後のセリフが「今ははっきりと言えないけどこれは好き」っていう言葉を「本当はこの場で言いたいけどこれはちゃんとしたシチュエーションで後から言いますよ」っていういろんな思いが込められてるけどちょっと予告編みたいなもうなんか頭が回ってねいから変なボロボロ感っがどっちがいいのかっていうねじゃあ自分の補足はこんな程度かねじゃあ 続いては先生の方に行ってもらうんですけど小原さんじゃあ同じようにお願いしてよろしいですかはいわかりましたはいではよろしいですかお願いしますはい。今日はデートのお誘いそうなんだよね前から行きたかったけどどうしても行けなかった場所があるんだよそこにドライブしながら一緒に行ってもらえないかなどんな気持ちで誘ってくれてるのこの場所にどうしても行けなかった理由が 本当に好きになった人とだけ行くって決めてて、やっと本当に好きな人ができたから小春さんを誘ってるんだよ。<ー>で終了です。あ,あ, <laughs> あなんか一応今回あれだね、<laughs> 俺カウン上にあのあれだね内容も若干負けてるのかなって感じがするなガッツリ作ってきたからいつもよりめっちゃ棒読みだけどね。<ー> <laughs> でもあのカムよりかは棒読みの方がまだ綺麗だよな、ね<ー> <laughs> 花の色がついている花と色がついてない花のなんかセリフみたいな感じするねん, <laughs>、うん、んか例えば難しい、ね、難しい, <laughs> 難しいそんな感じでしたが俺のセリフはなんか花に色がついてないような感じそうだねう <laughs> そっちのはまだ棒読みだけどうっすらピンクがかかってますみたいなね <laughs> はいわかりましたじゃちょっとちなみにあれだよね、うん、先週は店長が一勝してるんだね一勝した。あっ、うん、ちょっと待ってその前に補足 今のセリフの補足はいらない。<足>もうそのまま。までも、結構ストレートに伸びてるからね。 そのまんまかなと思うんです。ちょっと補足的なものを入れきれるんでしたら、それを入れてもらって評価に行こうかなと思うんですけど、どうです。いや、ここは男らしく。かっこいいな。こんなやったら、なんか俺がちっちゃい男みたいな。いやいや、今回らはもう、あの、ちょっとぎゅっとしてきた。ああ、ちゃんと考えてきたんで。はい、わかりました。じゃあ、コらさん、今の店長と先生のセリフ、どちらが良かったか判定お願いします。はい、では判定します。はい。先生。 ああ、えー、やっぱりダメだね。<laughs> しかも俺頭も <laughs> いやどっちももちろん素敵でしたけどああああやっぱりストレートの方が響くかなってありがとうございます。ちょっとショックだな。そっか素敵でしたよ。ありがとうございます。 まあまあダメっては言われてるけどまだいいのかね。あこれでお願いしてるのか。そうだね。でもなんかそうだね。実質今回負けた感があるね。本気で作ってきました。悔しい一勝一敗だから。まあいわば今五分だよね。五分だね。五部だね。でまあ今のところリスナーからのメッセージもないからまあ五部の感じでいって。 でそのままリスナーがくっついてきたらちょっと面白くなるかもしれない、うん、その後ね <laughs> ちょっとデッドヒートしていくから、ね、うんで一応恋愛作家だから、うん、作家はもっと応用したあっそうだよねこのストーリー自体まだ続いていくんだよね、うん、で、うん、今回なかなか応用したなって思うんだけどさら、うん、にちょっと応用していこうかなって思いますわかりましたまあそんな感じですよね <laughs> なんかコーナーナの膨らみが、うんうん このコールさん以上我々の番組自体がこうこのコーナーがメインなんですけど、なんか盛り上がりが小さいんですか？なんかなんなんか足りないんですよね。楽しいですけどね。私は楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。コーナーのならなんだろうね。であのちょっと自分たちのなんていうんですかねあの。 要望じゃなくてちょっとわがままを言わせてもらえれば、はい、ちょっと毒を吐いてくれるようなセリフを言ってくれる美人なお姉さんを探していて、はい、<laughs> で石坂さんも小春さんも優しい感じなんでなんかね「毒吐いてほしいよ」小春さんのダメみたいな感じあの喋ってる途中に「だめ!」っていう <laughs> でセリフがせが全部ポンって,ってギルみたいにピピタって。<laughs> <laughs> あんなのもちょっと欲しいかなっていうね <laughs> それもちょっとスパイスになってね逆にいいかな、ね、ちょっとバリエーションが増えるかなっていうまあそれはちょっとおいおいまあこれはもう提案として今後あれだね、うん、勉強していきます <laughs> じゃあ以上で一応コーナーはこんな感じで締めるんですけど、はい、えっとですねすみませんちょっと待ってくださいね、うん、で えっとここで曲一曲入りたいんですが、け、はいえー、なげな乙女心が描かれた曲をチョイスしてきました。はいおえー、いきます曲。曲紹介いきます。はい、愛人になりたい店長よりバックナンバーで女演女優賞。はい。 いつも通りコーナーがめちゃくちゃだったんで、えっと同じようにいろいろと小ネタを準備してきました。お願いします。で、自分が紹介したえバックナンバーの女演女優賞この曲、あのいい曲って言ったらちょっとおかしいんですけど、本当に乙女心を踏みにじった。 よううなななんていか恋愛話が書いて、でまあ簡単に言えば簡単に言えばちょっと汚い言葉で言えばうんとんだろうなみたいな女の人がセフレで男の人にいいように振り回されてるみたいな感じね、都合よく振り回されてるんだけどでもこの女の人は男の人のことが好きだからだから 演じます脇役で演じているから助演女優賞助演は脇役で女優で助演女優賞の賞は賞状の賞だからちょっとんんていうかな病気の症状の賞そうそう病的なものにかかってる脇役のねこの男の人好きで。 で病気みたいなのにかかっていて、うん、でそれでも好きだから一生懸命この人のことを、うんうんうん、ちょっとけなげな歌なんだうねとってもなんかけなげな曲で,、うん、でその歌詞の中からちょっといろいろとピックアップしていって、はい、まあこの歌詞の中にバックナンバーさんは清水いおりさんがボーカルで作詞作曲していて、はい、でこの方が、うん「 とっても恋愛経験がでこの言葉のチョイスも全部麗で、までいろんな経験してきているから歌詞の中から我々みたいな不細工な男はこんな心を学びましょうっていう意味で歌詞の中からちょっとずつつまんでいきながら話を進めていきたいんですけど一番最初の頭2行目ぐらいに来るんですけど。 都合がよくてて、うん、頭の悪い女を演じてあげるもうこれはうもう彼,氏彼氏っていうかその男の人のために都合をよく使われるようにう頭を悪い女性を演じてそれを演じてるんだよね、うん、女性がそう <laughs> 切ないなあい <laughs> いセリフで男が誘ってきたのに対してう、はい、もうありがとうぐらいの感じで。 ついいいてていくあ<ー>女っていう、うんでまあ、その後に体を重ねるたびに「思いは募るのはどうやら私の方だね」これ、うん、男性はわからないんですけど、うん、ちょっと小原さんに聞いたらあまあ,あ失礼なのかな、うん、あのー、男の人は体を重ねても思いが入らない。 思いいいが入らないというか好きじゃなないいいい人とやっってても思いは入っていかないんですよ。うん、まあちょっと別物じゃないけどね。うん、でも女性の場合は、うん、自分が何名か聞いたのでは、うん、そんなに好きじゃないけどそういう関係性を持っていくと、うん、だんだんこの「好き」の度合いが強くなっていくそれをすることでっていう。うん そこら辺ちょっと共感できる部分があるのかなと思ってこれセクハラじゃないですかダメだねここら辺はねあじゃあ答えたくなかったら PA もいいですよこれはこれをどうなのかなっていうあのそれを聞いたことでまあ自分たちはそこには踏み出せるような顔じゃないからいいと思うんですけどモテる男性にまあ女性は なので簡単な気持ちでまあんていうんですかねそういう行為はしない方がいいんじゃないっていう世のイケメン男性に向けて発信したいなと思ってここちょっとピックアップしたんですけどそのっとに「都合のいい女」でフレーズで「都合のいい女」をなんていうんですかね 綺麗に表現されてるんですけどこれちょっと四行ぐらいあるんですけど読んでいきましょうね愛してほしいと呼ぶことはいつの間にやら恥ずかしいことのようで愛していますと叫ぶことも時代遅れみたいね開き直れば私はきっと幸せね選ばれなくてもここにいるんだからこれこの文章あのなんていうんだろう奥が深いっていうかまあもう 都合のいい女って分かっている地点で、うん、愛してほしいって叫ぶこともできなければ、うん、愛,して愛していますと叫ぶのもちょっと時代遅れ時代遅れでこれ濁されてるけどもう普通のカップルみたいに好きだよとか素直な気持ちを言えないっていうこの状況を飲み込んでるっていうことだよねこれがなんか切ないなあってななで。開き直れば、うん 私はきっと幸せね、うんまあ、要は一緒にいてくれるだけ、はい、で、まあ、その彼の自体が一緒にいるから、うん、まあそれだけで自分は幸せだと思うっていう奥の深いあの表現されていてで最後に下の方なんですけど終盤戦で、うん「うん あなたの好きにすればいい、うん、私の望んだものはもう全部、うん、あなたの心以外は今ここにあるからあ<ー>、まあ、その人自身はいるけど<ー>でも一つだけないのは、うん、その人の心だよ、うん、好きという心がないんだよっていう相手の気持ちは自分にはないっていうことよね自分には向いてないっていうこうい、ん、うのなんか盲目っていうの、うん この人悪いっってて分かってるけどしかも最初のににえるけどそれも知らないふりをして、うん、そうそういうんか超切ないと思って<ー>もうこれ聞いてたらなんかあ,<ー>あ女性は大切にしないとなっていうのが一番最初にきて、うんはい、で自分がいつもいつもっていうかまあもう今もう40近いんですけど、うん、恋愛し始めて。 5歳ぐらいから恋愛してるんでもう35年近く <laughs> 幼稚園からあ幼稚園からねらもうちっちゃい頃からやってきてるから改めて振り返ってみると、うん、あのひとまとめにすると、うん、男性は尽くす生き物女性は尽くされる生き物うん、うんうん、どうなんだろうなあまあ人それぞれだけど <laughs>、うん、自分の解釈としては、うん、もうそこ、うん、男性は尽くす側 女性はつくされる側、うん、で逆に女性がつくしてしまうと、はい、こういった男の人が生まれてしまう、うんまあ、都合のいいよううに女を使ううだ,、うん、だから女は逆につくされる側に回ってもらって、うん、で男は常にその危機感を感じながら女性を大切にしていくのが まあ一般的な恋愛では幸せになる法則なのかな、うん、男バカだからね子供と一緒だからあの調子に乗らせたらいつまでも乗るからね <laughs> <laughs>、うん、そうだね、うん、もうこの彼女がいつ離れるかわからないって思わせるぐらいの方が男は頑張るのかもしれないねでそれで、うん、えっと恋をするとまあこの女性、うん、都合よく使われていて、はい、で その時に女性が恋した時にどういった変化が現れるか男性から見てそれをちょっと調べてきたんですけどちょっとこれ喋っていいのかなっていう1番目のあれがあってスタイル出るところが綺麗に出てくるっていうのが恋をする体型のスタイルねこれちょっと俺言葉で言ったらまた捕まりそうだからそこは控えさせてもらいます。番目に美白 で3番目に、えー、髪型やメイクの変化、うん、で4番目に目がパッチリするっていうのは<ー>ただ目がパチッて開くんじゃなくて<ー>瞳孔が開いてる。 で、えー、説明書きで書かれてた好きな人がいると、うん、<ー>え、同行が開いてるってじゃあコンタクトつけてたらわかるのって思ったんだけど同行が開いてるまあ同行が開いてる自体は分かるか今まで人と話して同行開いてるなって思ったことはないんだけどね <laughs> うんたぶんテンパってるときに自分今同行開いてるだろうなみたいな、ね、んんなんかね <laughs> うんただ。ただことじゃない状況だよね同行 <laughs> <laughs> が開いてるってさ、<laughs> 浮気のかまかけられてるときぐらいでああいうときにしか同行開かないんじゃないかな思うんだけど <laughs> そういうことだね目が あなんていうパっちりするっていうのはこの目が生き生きしてるとか楽しそうだからとかじゃないまあそういう意味なんだろうけど<ー>でも詳しくは「瞳孔が開いてる」っていうてて物理的にあれなんだ表現が書かれててで最後が「しぐさが女性らしくなる」うん、で、うん、あまあそれはね「頬がほんのり赤くなる」例えでへーチークやられたような感じそれが自然になるってことそうそう<ー>あの志村県の,あのお花棒ってわかる。 <laughs> <私>お花棒<坊>って言ったんだけど <laughs> バカ殿じゃなくてバカ殿じゃなくてあの、うん、お花棒っていう女の人の役で、うん、めっちゃあの頬の部分にチークを丸く綺麗に塗られてるわけさ、うん、なんかそれを思い浮かべたんだけど <laughs> ううだ多分そういう感じじゃないよ、うん、<laughs> 男があの好きな女の人の前でかっこつけるとかそういう感じなのかなそれとはまた違うのが そういうもう表面にそういうのが出てくるの感じ。<laughs> 自然と、な、メイクじゃないって書かれてた。<ー>自然と現れる。うん、で、今のこの、なん、なんていうかな。うん、表に出てくるのは、うん、ホルモンバランスがあるホルモンが活性化されて。<ー>本来の女性のいい部分に働きをかけて、うん、そういった効果がすべて現れてきますよ。っていう,、うん、う。単純に体調が変わってくるってこと。そうそうそう。 そんなの恋愛していて「あこの女性変わってきたな」とかって分からない。なな絶対からい自分もいっぱいいっぱいだから分からなくなるね。メイク変わったなとか「髪型変わったな」は分かるけどでも髪バッサリ切られたら「あもしかして別の男と失恋した?」みたいな「ちょっと俺じゃなかった?」みたいななんか変な勘違いを誘いそうだよね。で今ちょっと脱線したんですけど「女演女優賞」。 これはえとバックナンバーさんのシングルの「青い春のカップリング」に入っていてシングルじゃないんですよ、この曲カップリング曲でやられていてでまあこれはえっとこの女性が男性を追い求めている気持ちを書いているやつで助演女優賞2っていうのがあってそれに最後、このストーリーの結末が書かれています。 はいじゃあ時間も迫ってきたので終わりここで <laughs> いやそこら辺は、うん、あのこの番組はバックナンバーを応援する番組なのでこの番組の恋愛武士はバックナンバーにはまりすぎて、うん、で恋心を綺麗に描いてる曲を見て、うん、あちょっと自分もなんちゃって恋を語ってみたいなっていうのがきっかけで。 まあ恋愛武士なんで、うん、自分の推している曲は今のところすべてバックナンバーです。うん、なのでこの番組はバックナンバー推していきたいと思います。わ <laughs> 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 かりました。いいですかね。はい、<laughs> エンディング入りますので、はい、ええー、そろそろ時間も迫ってきたので、はい、来週のお題を発表します。はい、来週のお題は、はい、夏。 祭り、浴衣の点セットです時期もうイムリーだね。でシチュエーションのお題っていうかシチュエーション自体は祭り会場祭り会場でのシチュエーションこれもちょっとひねってこようかなと思って今のところちょっと候補としては手をつなぐきっかけを作るセリフ。 ここで告白に持っていやまあこれ今ね来週のった気が変わってるかもしれんからトイレ行くセリフとかって言うかもしれんけど今考えてるのがそれの今ところはちょっとあの手をお互い目があってであるセリフを言って手をつないで一緒に歩くっていう感じなのをちょっとシチュエーションで「サッカ家節」を出しながら考えていこうかなと思うんですけどはい。 じゃあ来週までちゃんと考えておいてよ。で一応今回負けたから俺が考えますよ。ま頑張れや。上からでいいですよ。本気出したらこのモンスはうるせよだまあいいです。でえっと今日ちょっと石坂さんじゃなかったんですけどピンチヒッターの小原さん。はい。もうありがとうございます。こちらこそ楽しかったです。とても楽しかったです。またあの石坂さんがちょっと。 うん、これないときにはまたお願いしたいと思いますので。はい、どうも。はい。ありがとうございました。いはい。じゃあ今週も恋愛作家の店長と。はい、疑似恋愛の先生で。お付き合いいただいてありがとうございました。ちょっとなんかあの、はい、<laughs> 先生でじゃなくて先生まあいいやあ,ありがとうございました。<laughs> はい。はい。ありがとうございました。じゃあ最後に小春さんに今日収録が終わったら食べたい料理名を言ってもらいます。 <laughs> あここで来る。折、はい、に来るから <laughs> そっちら。<laughs> そっか。<laughs> はい、はい。いいはい。はい、焼肉ですね。はい。じゃあ皆さんさようなら。<laughs> また。<laughs>